中なの。マンダには素敵な食材がたくさんあるって聞いたけど、本当にすごいね。うん、私は料理人。各地を巡って珍しい食材を探している料理人なんだ。名前はシャンリン。リーウェイ校から来たの。あなたたちは？オイラはパイモンだ。パイモン。なんだよ、なんでオイラをじっと見てるんだ。変わった生き物だね。ねえ、これ食べられる？おい、オイラは食べられないぞ。仲良しだね。実は私にもそういう友達がいてね、クーパーっていうの。変わった名前だな。可愛いでしょ。そうだ、よかったら狩りを手伝ってくれない？ここって獲物がたくさんいるし、どれも最高の食材なんだけど、さすがに私一人じゃ手が回らなくてね。でも取り逃がしたくないし。面倒だな。そんなこと言わないで、後で美味しいものを食べさせてあげるから。え、美味しいもの？いい約束だぞ。旅人はこういうの得意だからな。任せておけ。気にしない気にしない。あなたの友達はもう約束してくれたよ。どんな方法でも構わないから、獣肉を持ってきてほしいの。じゃあよろしくね。焼いて、これはキノコと一緒に炒めて、あとの残りはスライムの液体と合わせてみようかな。だんだんとオイラの好みが分かってきたな。あ、ごめんごめん、ついレシピのことに夢中になっちゃった。これは約束してた料理だよ、食べてみて。で、感想を聞かせて。オイラたちのこと試食係だと思ってないか？おお、これすっげーうまいぞ。どうやって作るんだ？もちろん教えてあげるよ。でもまだレシピにまとめてないから。そうだね、こうしよう。私が今から作るから、あなたたちはそれを見て覚えるの。一回見たらきっと覚えられるはずだよ。こんな複雑そうな料理、一度見たくらいじゃ覚えられないって。それに道具も調味料もないし。ん？それなら問題ないよ。鉄板は平らな岩で代用して、油はさっき取ったイノシシの油を使えば大丈夫。石でかまどを作ったら、木の枝や葉っぱで火を起こすの。砂糖はスイートフラワー。塩はこの前洞窟で岩塩をたくさん取ってきたから数日分ある。レシピを思いついたらすぐに試したくなるんだけど、毎回調理器具を持ってるわけじゃないからね。ちょっと待ってて、今すぐ準備するから。君たち、そこで何し…ここはイノシシの生息地だが、狩猟禁止区域だよ。イノシシたちが驚いたらどうするんだ。僕たち狩人は目先の利益だけを追い求めはしない。将来のこともちゃんと考えてるんだ。
あ、そうだよね。最適な環境だけが最高の肉を生み出す。驚いてこの場所からいなくなっちゃったら。ダメダメ、そんなの美食界の、いや全人類の損失だよ。ごめんね、まさかいけないことだとは思わなかったから。とにかくデュラフさんのところに謝りに行った方がいい。彼は僕たち狩人のリーダーでね、ルールに厳しいからすごく怒ってるはずだ。うん、謝りに行くべきだと思う。悪いことをしたのは私たちなんだから。ありがとう。この件が落ち着いたらまた料理を振る舞ってあげるからね。おう、安心しろ。お前が忘れてもオイラが覚えておくからな。じゃあ出発しよう。ドゥラフは清泉町にいるはずだ。お前がシャンリンだな。ごめんなさい、デュラフさん。私が全部悪いの。お前がしたことは全部聞いた。ここに来たからには。ヒュー！俺たちの食用肉を広めてくれないか。え？突然ですまない。詳しく説明する。清泉町の肉は高品質で有名だが、その名がモンドだけにとどまるのはもったいないと思っているんだ。そんな時、ちょうどシャンリンシェフがモンドに来たと耳にしてな、呼んでこいとエレンに言っておいたんだ。シェフ？聞いたことないか。リリウェ港で庶民向けの料理を出すことで有名な万民堂、そこのシェフがシャンリンなんだ。食材に対して独特の解釈を持っていて、その料理はリーユエの人々に愛されている。観光客の間でも評判がいいんだ。褒めすぎだよ。私はただ安くて美味しい料理を作りたいだけだから。シャンリンのような一流シェフが一流の肉を使って一流の料理を作れば、この清泉町の肉も広く知れ渡るだろう。でもそのお願いは叶えられそうにないかも。私、美味しい料理を作ることだけ考えてきたから、食材が限定されてたり宣伝したりするのは苦手で。ここの肉はお前の使いたい食材なんだろう。何の問題もないと思うが。ううん、違う、全然違うよ。例えば料理にスライムの液体を入れたいって私が言ったら同意してくれる？それはもう少し普通の食材ではダメなのか。食材に普通も何もないよ。調理法さえ合っていればどんな食材でも美味しい料理になるんだから。食材によってインスピレーションが制限されるのは私の心情に欠けるの。だってそんなのつまらない料理しかできないもん。決心が固いようだな。この話は諦めよう。しかし本当に残念だ。別に断らなくてもよかったんじゃないか。オイラたちは謝りに来たんだろ。
確かに謝りに来たけど、それと料理は別だから。ん？これいい匂い。この料理食べてみてもいいかな。ごめんなさい、予約でいっぱいでね。今からだと食べれるのは7日後になるけど大丈夫かしら。大人気だな。きっと美味しいに違いない。そうだな、なんでドラフはシャンリンに依頼したんだ。多分リーウェコーのような商業の中心地と比べてモンドの味は万人受けじゃないとでも思ってるんでしょうね。でも私はそうは思わない。私の肉料理は誰にも負けないわ。ねえ、特別に食べさせてよ。何かアドバイスできるかもしれない。みんな美味しいしか言わないのよ。だからあんただって。待って、まさかあんたがシャンリン。うん、そうだよ。そう、あんたがね。じゃああんたも肉料理が得意なわけだ。実は今日一番のお肉をまだ取ってあるの。あんたならどう調理する？肉の質と脂肪量で変わってくるけど、このお肉なら岩焼きにして、カイエン、絶雲の唐辛子、精神の花を合わせるかな。精神の花だって？でも熱い油と一緒にしたら香りが数倍にも膨れ上がって、肉本来の香りが台無しになるわよ。うん、知ってるよ。でもこの精神の花は香料ではなく付け合わせにするの。試したことがあるんだ。火加減をうまく調節すれば精神の花の花びらは苦味が取れてすっきりとした味わいになるの。そこに標高の高い山で採れた絶雲の唐辛子を合わせると、低い湿度と高い温度が相まって独特の風味が生まれる。カイエンのしょっぱさ、唐辛子の辛さ、肉のジューシーな香りが全て花びらに集まって、噛むたびに植物の爽やかさを感じられるんだ。ごちゃ混ぜになって味がまとまらなくなりそうだけど。焼肉の主役はお肉よ。肉の香りを損なったら本末転倒だわ。喧嘩は良くない。ダメだって。そうなら料理のことは料理で解決するしかないよね。料理対決を申し込むよ。受けて立つわ。私が勝てばドゥラフさんの見る目がなかったことも証明できる。じゃあこうしよう。もし私が勝ったら、その勝った料理を清泉町の宣伝に使っていい。ええ、なら私が勝ったら私の料理を万民堂のメニューに入れてもらうわよ。清泉町のお肉専門シェフ、ブロックの一品って言葉も入れてもらうわ。問題ない、約束するよ。じゃあ食材を探してくる。おい、待てよ。追いかけるしかないな。